地獄の門マーストリヒトは、オランダ南東端部、リンブルフ州の基礎自治体である、州都であり、マース川沿いの河口都市、ドイツとベルギーの国境線にも近く、EU に関する条約である、マーストリヒト条約はこの基礎自治体で締結された。名前の由来は、ラテン語のマース川の都下地点であると言われている。マーストリヒトはオランダで最も古い町であると言われ、西暦年に、 内命編がオランダで最初にローマ帝国から都市権を得るよりも500年前にはケルト人が作った街が存在していた。8000年から2万5000年前の旧石器時代の遺構が市内の西部で発見されている。ローマ人が住み着く、少なくとも500年前にはマース川が浅瀬になり、対岸に容易に渡ることができる地点にケルト人が住んでいた。その後、 ローマ帝国が現在のシントセルファース橋の少し上流側に橋を架け、帝国内各地よりテイチュゲルマニアのシュートケルンにつながる道を作った。8世紀には近隣のリエージュに四教区の地位を奪われ881年にはノルマン人に占領されたが、1204年にブラバント公国が領有権を奪還すると、この町に都市権を与えた。 その後のブラバント広告とリエージュ市教領の二重支配は1794年のバタビア革命によるフランスの傀儡政府による支配を受けるようになるまで続いた1204年に都市権を得た後城壁の建造に取り掛かった1229年には最初の城壁が完成し14世紀には二重の城壁を持つ強固な要塞都市となった 1579年には、スペイン王の命を受けたアレッサンドロ・ファルネーゼによる攻略により、マーストリヒトを含む南部重州は、ヘンと講和条約に基づき、スペインの統治を受けることになる。その後、フランスと結んだオラニエコー、フレデリック・ヘンドリックが1632年に町を奪還したが、マーストリヒトは、ネーデル・ラント連邦共和国の一部となることはなかった。 1794年のバタビア革命の後、フランスの傀儡政権下でマース・トリヒトは新たに作られたネーデル・マース州の州都となった。この状態は1814年まで続いた。フランスによる支配が去り、1815年にはネーデル・ラント連合王国が建国されると、その一部となり新たに作られたリンブルフ州の州都となった。1830年に、 ベルギー独立革命が起こり、周辺の都市がベルギー側に帰属するようになっても、マーストリヒトはオランダ側に残ることを選択した。1831年に列強の合意により、リンブルフ州の東部がオランダに、残りすべてがベルギーに帰属することが決定されたが一部で、この分割に反対する者がいたため、最終的に1839年のロンドン条約にて帰属が確定した。 マーストリヒト市街地中心部は、マース川西岸の旧市街、東岸のウィーク地区、ウィーク地区の南のセラミック地区の3つの地区に分けられる。マーストリヒト駅は、ウィーク地区の東端にあり、旧市街中心の広場である、フライトホフ広場へは、マース川に架か,かる生、セルファース橋を渡って、およそ 1.1km の距離がある。セラミック地区1976年に創立された。 マーストリヒト大学が旧市街中心部と市街地南部のマーストリヒトランドウィク駅周辺の2カ所にキャンパスを持っている。生徒数は約1万1500人である。また南部高等専門学校のキャンパスの一部がマーストリヒトに置かれている。詳細はオランダの大学一覧を参照航空マーストリヒトアーヘン空港が近郊のベ区ク基礎自治体にある。 空港への交通機関は、マーストリヒト駅より59系統バスで所要時間20分。道路高速道路、AA2 がオランダ各地へ、AA79 がドイツのアーヘン方面への主要経路となる。鉄道オランダ鉄道のマーストリヒト駅がオランダの幹線鉄道路線網の最南端の主要駅となっている。主な路線の列車は次の通り、ユトレヒト、 アムステルダム中央駅経由アルクマール行き、オランダ鉄道インターシティ、1時間に2本、シッタルト行きアリーバ各駅停車、1時間に2本、ヒールレン行きアリーバ各駅停車、1時間に2本、ヒールレン経由アヘン行きアリーバ急行、1時間に2本、うち1本はヒールレン止まり、ベルギーのリエージュ経由、ハッセルト行き、ベルギー国鉄ローカル列車、1時間に1本他には、 マーストリヒトラントウィーク駅とマーストリヒト北駅もある。ありがとうございます。